はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではサージンゴーラ、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、チャハンの町から、ニルフの城に行きまして、で、捕まっていたミルをね、発見したんですけれども、そこにサムリバルが現れまして、で、ミルを連れてね、どこかに行ってしまいまして、で、ヌークがね、ミルの後を追うということで、まあ、パーティーを抜けてしまったんですけれども、それでその後、城の中でね、ニルフの秘薬を手に入れまして、で、ヌエステの町に戻ってね、シルクの病気を治してあげたのと、あとはシルクがね、そのまま、まあ、パーティーに加わったんですけれども、それでその後、光の遺跡に向かわなくてはいけないという話になりまして、で、一旦このニルフの城でね、セーブをしたところで、まあ、前回は、終了したんですけれども、今回は、その光の遺跡にね、行ってみたいと思います。そしたらこの山を迂回していかないといけないんですけれども、戦闘ですね。とりあえずバード、シルクは、攻撃、ミス。結構食らいますね。後ろでなんか呪法を打とうとしてるやつは、まあ、ほっときましょう。あ、当たらない。サングバラン、まあ大したことはないかな。これでいけます。よし、山を越えたら南の方かな。この敵はまあ普通に殴っていけるかな。ガルン、なんか呪法を打とうとしてますね。まあ、大丈夫でしょう。結構遠いですね。一応バドを打ちますか。ハビーダンを打とうとしてるのかな。呪法当たります。いいですね。倒せない。光の遺跡もうちょいかな。このイカみたいなやつと、後ろのなんかちょっとデザインがかっこいいやつですね。バラムならば一撃。そしたら、あったあった。ここが光の遺跡よ。呪法師オーンズが呪法帝を守るため仕掛けをしておいたはずだわ。そのオーンズってのはルフィードの企みを防ぐために戦っている呪法師で、私の父よ。父は大地の呪法師と呼ばれているの。
結界が張られているみたいね。おそらく父が張ったものね。私に任せて。扉を守る呪法の鎖を、今こそその戒めを聖なる光のもとに解き放って。うん。ラータ・デル・レイ・バド。これはオープニングの時にオーンズが言ってた言葉ですね。さあ、結界は解けたわ。中に入りましょう。では中に入りましょう。いきなり戦闘ですね。いきなり戦闘というか、まあ、イベント戦かな。服。よく登場しますよね、この敵も。さっと倒してください。どうもサムニバルがすでに来て、来たみたいね。この魔物はきっとその時の残りのものだわ。ということはこの先にも魔物がいるということだな。あら、戦闘。とりあえずバドを。後ろの敵のバドを撃とうとしてるのかな。お、ナイス。まあ、とりあえず栄翔を止めてもらいまして、これでいけます？無理か。なかなか硬いですね。頑張れ。よし。ちょっと回復しときますか。まあ、こんなもんかな。そしたら、とりあえずバドかな。まだ倒せない。普通に攻撃した方が早いかな。この敵は効いてなかったですね。と一体もうちょいかな。で、ミス。ちょっとムーだけ回復しますかね。遺跡なのに呪法典がない。まさかもう兄貴が。違うわ、ここは偽の遺跡よ。呪法典はどこか別のところにあるはずだわ。なるほど。まずは左に行きましょうと思ったら戦闘。ミス。いいですね。これは助かります。とりあえず1回を集中かな。あれ、押せないぞ。
倒せないというか外れましたね。いって、ちょっとシルク危ないかな。この席もなんか呪法を打とうとしてますね。頑張れ。霊障止まるかな。止まれじゃ。回復か。もちょっと回復しないと危ないといえば危ないんですけどね。とりあえず回復ですね。シルクはもうちょいかな。お、だからばっこ。これは雷城でいいのかな。雷杖。攻撃とヒット能力が上がったのかな。なかなかいい感じです。で、また戦闘。やん。うん、とりあえずまあ栄翔が止まれば OK でしょう。で、だいぶ攻撃通るようになりましたね。回復させた方がいいかな。大丈夫か。大丈夫かな。とりあえず手前の敵をどれかしてください。で、バドを撃とうとしてるやつを止めます。うん、とりあえず栄翔が止まってくれれば OK。 よし、ムーがレベルアップ。あら、窓。窓、2人から撃たれると痛いですからね。なんとか止めてください。結構硬いですよね。まあこれでいけるかな。いけない。そしてまだ倒せない。あれ、なんか非常に硬いぞ。よし、
呪法殿に近づけない。きっと父が呪法で呼び出した魔物か何かだわ。あいつを倒さないと呪法殿は取れないのか。これはオーンズがこのなんか魔物みたいなやつに守らせてるんでしょうかね。ちょっといまいち意味不明なんですけれど、あれ、ここは何にもないですね。まあ、さっきの敵というか、先に呪法殿をね、まあ、手に入れてもいいと言えばいいんですけれど、まあ、とりあえずちょっと探索しましょう。これで一体を集中かな。うん、いいですね。あら、日本円カウントはきついですね。あとは剣士みたいなやつかな。カルド。だ。まあ、あとは普通に殴って倒しますか。あれ、当たらないぞ。バラムが外すとちょっときついですね。そしてシルクもミス。よし、宝箱。イスタダンの呪法を手に入れた。イスタダンとは回復系かな。光の回復呪法です。味方一体の行動不能を回復します。なるほど、これはいいですね。ただ栄称時間が5。あら、なかなか先に行けませんね。ミスを連発しておりますが、いった、危な。全開薬使いましょう。これは危ない、これは危ないです。危なかったですね。まあ、もうちょいすればね、全開薬も、まあ、買えるようになりますので、バンバン使っていきましょう。だ。あれ、なんかシルクさん調子悪いですね。大丈夫かな。もうちょいでバドも発動するんですけどね。ダメか。まあ、とりあえず回復しときましょう。ちょっと危なかったですね。
まずは回復をしましょう。そしたらさっきの魔物のところに戻りますか。またこの手間か。なかなかきついですね。バドが発動すれば、あとはこう見た方がいいかな。後ろのアマレジャは取っときますか。その前に倒しきれれば OK なんですけれど、よし、ムーを回復ですね。そしたらこっちかな。HP は大丈夫かな。なんかカラフルなやつですね。まあ、ニネシャブでも打ちますか。お、会心。ナイス。あ、意外に弱い。ふう。光の宝典を手に入れた。これで呪宝典は揃ったわけだ。いよいよルフィード様とやらとご対面ってわけだ。さあ、アズラへと乗り込もうぜ。待って、父の手紙があるわ。シルクへサムニバルを追って南東のケルムの塔に向かう。念のため光の呪宝典はここに置いていく。オーンズ、俺たちも急ごう。一人でサムニバルに立ち向かうのは無理だ。そうね、急ぎましょう。ヌークとミルって人たちのことも気になるし。そうですね。そしたらまあとりあえず出ましょう。チャーハンに戻りますか。一旦チャーハンに戻りまして、回復をしましょう。人の話は変わらないかな。間違えた。ルフィード教に入っちゃいましたね。まあ、特に人の話も変わらない感じかな。で、今24分ちょい。そしたらちょっとね、次の町まで今回行っちゃいたいんですよね。次の町はこっちかな。ちょっとね、次回のことを考えると、次の町まで行っちゃいましょう。
バードいらないかな。まあ、いっか。あれ1体しか効いてないぞ。当たった。意外に近いんでね。何でしょうこのマッチョみたいな敵は。地面からマッチョが生えてますね。どういうことでしょう。食らいますね。後ろの敵はハーハレ。本当に敵の名前が覚えにくいですね。で、マッチに到着。フォルの町、ここはフォルの町だ。よそ者は帰れ。食べたいですね。ケルムの塔、地下道の向こうのことは知らんよ。地下道の向こうにあるっていうことですね。隣は、おじいちゃん。わしは何も喋らん。あ、そうですか。セリフ考えの面倒になったんでしょうかね。この家は、お前らもこの間の呪法師の仲間だな。早くどこかへ行っちまえ。これは誰のことを言ってるのかな。ルフィードかな。お、大家さん。ここで変えますね。全開薬。ダイヤ氏の水の時代はもう終わりかな。ここは、あれ、喋れない。さっさとこの店から出て行ってくれ。随分冷たいですね。全然客もいないのに。宿屋。ゴン、嫌にみな無口だな。きっとルフィードを怖がっているんだわ。みんな怯えているみたいだもの。なるほど。宿屋は通常営業ですね。出てってくれ。よそ者は早くどこかへ行け。非常に冷たい街なんですが、これでおしまいかな。そしたら今回は、このフォルの街でね、セーブをして終了したいと思います。これで OK かな。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。